はい、こんにちは。ソルウィンです。いきましょう。個別戦友対戦バーサスムーガさん。というわけでやってきました。あ、いかがだら始める画面間違ったまあいいでしょう。というわけで、あとね、ちょっとねノイズーになってるかもしれませんが、ちょっとねやっぱマイク音量がねやはりねどうも気になってましてね、ちょっとねゲーム音をだいぶ下げて無理やりマイクのね、私の声を通そうと思って、今苦肉の策を演じてるわけですが、まあ、多分これでだいぶ私の声よね、私の拙い実況は聞きやすくなったんじゃないかなと思うところでございます。さあ、じゃあ早速見ていきましょう。あのね、さーってノイジーな感じなのでちょっとね許してください。で、私のデッキは起点でございますね。で、モガさんのデッキが、まあ、文王のデッキなんですけどこれねもうね、なんかこれで、ね、このマッチングねデジャブなんですよ。モーガンさんじゃないんですけどね、友人とやった時もこの飛天デッキで文王と当たってもう地獄のような、うん、もうやる前からわかる、もうねマッチングの瞬間にあーってなりましたもんね。もう地獄のような展開が待ってますね。はいはい。そして当該ですね、当該ね、私も当該好きなんですけどね、私なんかで当該やっぱりちょっと昔の三国志大戦のイメージ強いんですけど、この当該やっぱねスペック優秀ですしね、まあ計略的にあんま使われてない感じがしますが、うん、持ってたら私も使ってみたいカードなんですけどね。うん、というわけでもうね地獄のような展開が、かなり予想される展開ですが、私がその、もう本当だからね、今回前のなんかね 2回対戦でもあったんですけど、モーガンさん完全に車輪なんですよ、なんかもう車輪車輪車輪で来るもんだから、私がね悶絶するんですよねまあ見ていきましょう。目立ってたのかな、実は。うんうん、目立られてます。私の策、一度しか言いませんからよく聞いてください、ね、逆にこの大水系という策をロースことによって文王はいなせる。だから当該やっぱ知力高いからね。さあ、どう戦っていくかですよね。うん、枚数の差もなかなかですけど、ちょっと私グシちゃん止まってますね、もうね、なんかやってますね。とりあえず文王には巨長を当てて、さあ関羽が遊んでおります。さあ、まあ、かっこ撃破したいとこですが全然できそうにはございませんとりあえず文王を抑えられますね。巨長が頼りになる、なんて頼りになる男巨長。うん、で右は加工師の加工師は グシちゃんで抑えて、そして当該はなんと巨長で迎撃を取って、まあこれ内乱は取られるのは致し方ないとしても神々、で文王さん倒して1位ので、なんだかんだで左の加工霊女さんも、順位で追いかけることによって倒せるかもしれない。うん、内乱は取られちゃいましたが、かなりいい開幕ですね。はい、しっかりと守りつつ撃破していくと、これワンチャン再起でもなければ結構白ダメ取れますし、でこれグシちゃん早めに回復させてお帰りね、ピンポンダッシュしたいんで、まあ、飛天の舞を舞うことによって帰れると、うん、帰れ、全員無事に帰れるでしょうし、なんなら関羽のマウントが炸裂するぜって言いたい。うん、さあこれはもうでもね後半不利になるの見え見えなんではい、もう開幕、このねでかい開幕、これをねこのリードをね、もう是が非でも取りたいところですね。これによっておっと関羽を向上してますね。まあ、順優が一応マウント取ってくれてるんで、それでみたいな感じですかね。で、とりあえずエースさんを倒したいところですが、あ、逃がす、さすがお上手、逃げられてしまいました。さあ、ここはカウンのマウント。さあ、キョッチャさすがにこれじゃ無理ですね。当該いきます。そしてこれ、当該が計略、まずい。欲張ったか。来てしまいました。飛天状態でもちょっと肉薄してしまったんで、逃げられないか、これ、キョッチャが。キョッチャが死ん、まあ、巨長取られたのはでかいですね。ちょっとうん、欲張ったかな、うん、欲張ってしまったかな。帰る予定だったんですけどね、これね。うん、なんか左に出てきました。じゃあ、右になんか出てきましたか、ポイします。さあ、ここはなんとか、槍がないんですよね。それはセッティングを許してしまう。こっちも士気がない、待ったばっかなんでね。さあ、ここはカムが、うお、減る減る、突撃術は立ててはないぜ。これはちょっともう、グシちゃん守れないかなと思ってるところですよね。うん、一部隊でも多く倒したいなというところでございますけれども、うわー、ひどい、ひどいことになっています。そのエースさんまず倒して、俺、部の方向叩けるんでワンチャンって言いたいんですけど、
これはただね、やはり文を押し付けられてしまった時の私の対応ですよね、どうしていくかですけども。赤越さん、槍が出ています。うまく槍を出せ、あ、槍が絶妙に残ってますね。これ順位はいい仕事しています。いい横読みをしていました。これ槍が1本でも減れば頑張れる。じゃこれなんとモーガさんもあのですね、ここは重ねてくる覚醒を、まず覚醒ゲージを取りたいということですね。いや、しかし実際強い。でもこれは潜りつつ部の方向で逆にいなしたいって思ったけど、私部の方向どうした、行きましたね。迷いがありましたね、迷いが。うん、さあ部の方向で、あーそっか、多分分を警戒だけど、多分今指揮的には分を叩けないんじゃないかと思うんですけれど、どうでしょうか。分をだけ絶対倒したい。もう分をに経歴叩かれちゃうと私がもう地獄の展開になるんで、うん。さあ関羽の方が東海より足が速い。やうん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 みたいなね。さあここからですが、どうしましょう。でも私多分ね、舞うんですよね。多分起点でってなのに、まあ一回舞ったけど、やはりここは舞い続けたいなとかいうことでね、うん、やるんじゃないかなと思うんですよね。どうでしょうか。いや、わかんないな。でもここ無難に行ったかな、無難に行ったから部の方向とか挑発に資金残そうとか思ってるかもしれない。あ、舞わないですね。一応ね、再起で防作再建できますから。来たー。いや、これ多分大水系か、ワンチャンの大水系でやってる。うん、分をさえ落とせれば私には部があると私は思っています。私、うん。さあここはなんとかキョチョの槍で、キョチョの槍を出したいが、突撃をもらっていくが、ダメですね、ダメですね。いろいろ、あ、ガバガバ乱戦、やってる間に右側の工場をもらって、うん、これはね、白兵ドヘタ、デハタドヘタに喋れない。さあこれですが、さあもう文王を縄文に怒られるのが、怒られるのが丸ばかりの展開ですよね。さあどうしましょう。うん、部の方向叩いて、これはもう文王以外を全部倒してしまおうという発想ですか、ですかね。まあ一応ね、大車輪撃たれても乱戦はできるんですよ、頑張れば。まあ後ろから出して乱戦もできますし、うん、とりあえずこの一発さえなせばいいから、この一発をなんとか全力で阻止したい。でもな、なんか一発目多分これやってる間にやっぱ二発目の士気が溜まっちゃいそうですよね。うん、おお、無茶するまあワンスルーです、ワンスルー。まあ言うほど何スルーもできないですけどね、減るんで。とりあえずまあもう逆にこっちも工場取りに行って殴り合いかって言ったから、もう城はキョチョと関羽で、まあ違う、これもう落城だ、殴り合いだ。本当か、殴り合いが無理だろ、やめろ、やめるんだ、無理だ、無謀だ、やめるんだ、迅速工場だ、文王は迅速工場だ。しかも佐伯がまた腐る佐伯腐るぞ。どうなんだ、間に合うのかですよね。知ってました。うん、やっぱダメだわ。もうマジ視点で文王に勝てる気が全然しない。いや、マジ強い。兵力入れそうな、結局回復しちゃいました。ドゥワー無理。まあ強いて言うならば、サイキをちょっと巧みに使ってもう少し白ダメ取りに行く、で最後に駆け引きするはあったかもしれないですね。行きましょう。反省会。すごいノイジーだ。ごめんなさいね、お聞き苦しかったらごめんなさい。いつかいいマイク買いますいつか、いやー、わかんない。今年中はちょっとわかんないですけどね。まあ、今このマイク買ったばっかなんでね。まあ言うてね、私マイクの使用頻度激しくて、だいたい1年持つか持たないかなんですよ。うん、次はちょっとお高いマイク手出してみようかなと思うんですよね。実際ちょっとやっぱこだわりたいですね、音質には本当にこだわりたいと思っております。さあもう本当このマッチング見た瞬間、あーってなりましたけどね。それ文王さんじゃねえや文王さんって誰だ、モーガンさん。お互いそういえば宝具解放してなかった、この試合もしかしてですよね。多分でもモーガンさん絶対車輪、いや、わかんないな。いや、でも車輪じゃないかな、どうなんだろうね。うん、開幕はね頑張ってましたね。まあ、でもちょっとぬるいですけどね、これね悩んでるんですよね。まあ、確かにここ牽制しながら、でも、誰か一人を、でもやっぱ格好撃破は基本ですよね。格好撃破したいところなんですけどね。ここちょっと際どいことやってましたね。交換を突入れたかったですもんね。ワン突入れると文をだいぶ違う展開ありましたけどね。
で一回グッシャン下がるけども、あれ多分ね意図してないやつですね。このゲーって良かったですね。で開幕しっかり、これはちょっとねこれですよね、ここがねちょっとねちょっとやっぱこの突もらったりとかしたらちょっと向上タイミングがね、しかも最終的にエースさんを倒せない、これはちょっとねなところでしたね。まあ、順位は兵力なかったからしょうがなかったんですけど、これはねモーガンさんも上手でしたね。でこれで一発入れたいな、遅い、判断が遅いんだね、これすぐ、ここで巨長落ちたのでかいですね。帰りたかったですね、ちょっと欲張ったか。でここはもう巨長いないからねきついですね、さすがに。ここはグッシャンはもうなんね一回捨てちゃわなきゃいけないところですね、悲しいけれども。でこっからですが、まあ、巨長が頑張ってますね。巨長の潜りは頑張ってないな、バントスもらってる。でここで当該ですね。でこんなに当該使われたのは初めて気がしますね。これちょっと判断遅かったところですね。はい、しっかりと文王だけは倒したかったっていうのが、まあ、逆にずらすっていうのもあってますね。でもこのカウンあんまりいいカウンじゃなかったかもしれないですね。でここですね、ここね、ここですよ。ここでちょっと私やっちゃうんですけど、ここでこの武力17生かして再起ですね。これ多分ここですね、もう巨長、まあでもちょっと巨長の兵力回復中だし順位兵力ないけど、ここで少し暴れてもよかったかもしれないですね。ここですね、そうですね、文王もいないしね、もったいないですね。ここでこの、ここですね、ここが多分分水嶺かもしれないですね。ここですね、ここで少しでも行動取ってれば、で減らせれば、ここの最後のモーガさんの攻めに対して私は、これが連冠とかだったらなお良かったけどね、再起なんだよね。まあでもそれ再起は再起か、結局さっきやられ、全員前出ししてやられて再起叩いて守りに行ってっていう展開で、あとはもう文王さんのこのね、部隊が来るん でその部隊で文王以外を関羽で撤退させて、みんなわーって工場を取りに行くとか、あとはまあ工場もう行くことによって誘う、まあ、でも結局多分、モガさん文王は縄文だなっていうのはもう分かってたん でここで殴り合いをすることによってですよねってなるから、でもこれは逆にちょっと押し付けちゃえばよかったですね。もう お城の殴り合いだ、だからもうこんだけ贅沢に城を取ったんで、これはもうね殴り合いだ。ただね迅速工場って強いよね。でおかわりくんのも知ってます、これもね友人にやられたんで、もうねどうにもなんないんで、はい、というわけでね辛い。いやでもいなせるか、だいぶこの出来たとちょっとね対応力がなかなかなくてきついんですけども、まあまあまあでもチャンスはあったということでね、あとは私がもうちょっとうまくやれたらなっていうところはありましたね。というわけで、対戦ありがとうございました。いやでもいつかね、いつか飛天で文王を倒せるようなテクニックをね、いやーどうすんだろうねみたいな感じですけどね。結局突撃してなんぼとかだり、速度上昇してなんぼなんですけど、相手押し付けられたら突撃できないし何もやることないよね、まあ、ぶっちゃけて言うとね。まあ挑発が巨長の、あの巨長ちょっと強くなった、あれ、あーこれそっか、まだ前のあのね新カードは入ってるんですけど、その後のバージョンじゃないからかな、あれだっけかな、なんか巨長確か変わったんですよね、確かね、まだか、この後かな、なんですよはい、というわけでありがとうございました。残り2戦ですかね、あれ残り2戦かな、で20日に、6月20日に、5軍対戦やるんで、それまでになんとかね、本当は全国の動画も出したいんですけどね、ちょこちょこちょっとね、まあうまいことね時間見つかってやっていこうと思います。お疲れ様でした、バイバイです。